日本語は名詞が力が強くて、英語は動詞が力が強いんです。はい、It's me, Aki。 こんにちは、大西です。今日も日本語から英語への発想転換を練習しましょう。私たち日本人、英語非ネイティブにとって、英語を話せるようになるっていうのはですね、このもともと日本語で思い浮かんだ感情をいち早くこちらの英語に発想転換するスキルが必要になるんですよね。はい、そこでちょっとね、厄介なのが、日本語っていうのはね、例えるならもんじゃ焼きのような感じ、人によって大きさや形が違うんですね。つまり語順もバラバラっていうことですね。これに対して英語はたこ焼き、ちゃんと型が決まっているので、誰が焼いても同じ型に焼けるわけですね。つまり語順がしっかり決まっている言語ということです。なので日本語のもんじゃ焼きのままたこ焼きはできないんですね。だから私たちは思い浮かんだ日本語を英語の型に当てはめる、このスキルが必要になりますね。はい、一緒に練習していきましょうね。中学英語で発想転換をお勧めしてるんですね。理由は、英会話っていうのは話し言葉なので書き言葉じゃないんですよね。つまり相手に分かりやすいことが一番大事です。相手に分かりやすいこと、はい。なので中学英語で短い文章でそれを小分けして言っていくっていうことがすごく大切になります。はい、ではやってみましょう。今日はですね、今日のポイントをちょっと言っときますね。今日はですね、もんじゃ焼きの日本語の中でも日本語は名詞の塊で話すことが多いんですね。名詞が力を持った言語、これに対して英語は文章ですね、動詞が力を持った言語なんですね。その違いです。つまり名詞でコロッとね、名前だけで喋る日本語を英語の動作に落とし込むっていうことを養っていきましょう。はい、ではこれね、明日3時集合ね、日本語だとよく言いますよね。日本語ってこういう風に明日3時集合、四字熟語みたいですよね。もう主語も動詞もないんですよね。こうやってもう名詞で集合とかね、名詞で塊にしてポーンって投げかけるのが日本語の喋り方、よくありますよね。これもそう、今日残業ね、もう全部四字熟語みたいになってますよね。こうやって日本語って名詞が強いんですよ、力が強いんですよね。日本語は名詞が力が強いんです。名詞中心の喋り方なわけね。これに対して英語っていうのは動詞が王様なんです。動詞が力が強いんですね。だから動詞に変えてあげないといけないわけです。これがすごく大事なスキルね。じゃあ上からいきましょうね。明日3時集合。はい、じゃあいつものように英文を作る3ステップ。はい、まず1番、主語を決めますね。はい、こちら主語は明日3時集合。主語どうしましょう。まあ集合って言ってるから人はたくさんいそうですよね。じゃあ私たちにしときましょうか。私たち We ですね。はい、じゃあ次動詞どうしましょう。集合ってことは動詞はどうすること。はい、名詞を動詞に変えますよ。集合ってことは会うことですよね。だから会うにします。 Meet ね。はい、できました。主語動詞、私たち会うんです。バッチリ文章になりましたね。はい、じゃあ次動詞の時制を整えます。時間です。いつですか。これ日頃のことを言う現在形ですか、今だけの進行形ですか、終わったことですか、これからのことですか。はい、明日って言ってるからこれからですよね。はい、ということは未来形にセットします。未来形は be 動詞 going to、 be going to を動詞の前に入れますよ。動詞の前にセットです。はい、まあ、ここは we are ってね、短縮することが多いですけどね、ちょっと書いてみますね。 we are って短縮することが多いですが、はい、 we're going to meet。 はい、ここまでで3ステップ揃いました。主語決めて、動詞決めて、時間決めましたよね。はい、で最後に明日3時、はい、時間 at 3、 まあ午後にしときましょうかね。 at 3pm tomorrow、明日。はい、バッチリですね、これでね。ということで日本語だったら全部名詞、明日3時集合ね、四字熟語みたいですよね。でも英語は動詞に変えてあげなきゃいけない、主語動詞があるから絶対に。はい、私たちは会うね、3時に明日っていう言い方になるわけですね。はい、じゃあこの要領でこちら今日残業言ってみましょうか。あなたならどう言いますか。はい、動詞に変えるんですよね。じゃあまず主語から。主語は今日残業、まあ、言う人は自分ですよね。だから I
ですね。で、動詞は残業ってことはどういうこと？具体的な動作にするとどういうこと？残業ってことは遅くまで働くってことですよね。だから動詞は work。 はい、 I work、 私働く、主語動詞揃えました。で、残業感を出すために work overtime、 時間外にっていう単語を付け足したり、また work late もいいですね、遅くまで。はい、これを付け足すと時間外に働く、遅くまで働く、だから残業するってことになるわけ。いずれにしても動詞にするってことがポイントね。はい、私働きます、遅くまで。私働きます、時間外に。バッチリですね。じゃあ最後時間整えましょう。時制、残業するのは、働くのはいつですか？これからですよね。これ今日残業っていうことはこれからのことですよね。だからこれも未来ですよ。今日のことでも今からこれからの予定だったら未来ですからね。なのでここも同じく先ほどと一緒で be going to を入れてあげましょう。I'm going to work ですね。 I'm going to work、 はい、 I'm going to work overtime。 はい、これで時間外に働く予定ですとなります。そして最後に今日 today をつけてあげる。はい、ということですね。ということで今日のポイントは、日本語はですね、名詞がすごく力を持っているので、名詞だけでポンポンポンって四字熟語みたいに言い放つことが多いです。それをそのまま英語にはできませんので、英語にするときは英語は動詞が中心の言語なので、必ず主語動詞、動作に落とし込むね、動作に落とし込むっていう発想を持ってください。そしたらそこにあなたの英語が見つかりますということですね。はい、本日も何か気づきがございましたらグッドのボタンをいただけると嬉しいです。動画は毎日更新しておりますので、チャンネル登録もどうぞよろしくお願いいたします。本日もご視聴いただきありがとうございました。バイ。